どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ふうかやです。今回は20個のステージを10分以内にクリアしなきゃ即死というアスレチックを見つけたのでね、早速やっていきたいと思うんですけども、いやーだってそれってさ、簡単な計算すると30秒に1個のステージをクリアしなきゃいけないっていうわけですよ。はい、やっていきましょう。何これ、スキップチュートリアル、あ、これチュートリアルなの？え、はいと、おっと、あ、始まった。ほらほら、下にさタイマーあるじゃん。これが、おっと、ショートカット、これがあれです、時間です。お、待って待って、10秒ぐらいでクリアできて、おっと、そういう感じか。はい、2ステージ目ですね。右に出てるね、余裕だぜ。あー、最初は余裕なんだね多分。あっぶな、1212、オッケー、これ10分以内いけるな俺。ちょっと見にくい見にくい、あー危ない、うー危ない、あー危ない、ちょっと待って待って、オッケー、ギリギリですね、いけてるいけてる、なんかペース、う、逆ティー、おっいけた、おっいけた、なるべくね落ちたらね時間ロスが激しいと思うんだ、だから落ちないようにいきましょう。イエーイ、これ面白い、これ面白いわ、跳ねて跳ねて引っかかる、これ待って、もしかしたらノーミスいけんだね。はい、いいねいいね、待って、あ、なんだこれ、あ、これね真ん中通るとねちょっとへこんで行きにくいっていう噂のあれですよ。いいね、え、待って、俺いけるよこれ、全然余裕で、なんすかこれ、うっ、待って、うわっ、あー、うっ、待って、今だ、おわっしゃい、いいね、あ、待って、まあ、あと8分ぐらいある。これはどっちか、上から飛んこうだ、え、待って、やばいぞこれ。よし、あ、ま、いけた。そこ。よいしょ、オッケーです。え、なんで、どうなってんだこれ。うわ、謎なブロックがある。え、待って、すごく見にくい。よし。で、11ステージ目。わ、このとこ。だが、落ちてこない限りこのアスレチックは簡単だ。待って案外簡単だぞこれ。はい、わかんない、こっからかなり難しくなるのかもしれない。はい、これはこれ割と、え、あ、待って、横にバリアブロックある、引っかかっちゃった。登って飛べ、よし、いい感じじゃないですか。これ面白そうでしょ。面白そうでしょっていうか、実際やってる俺めっちゃ今楽しいんだけど、まあ概要欄貼っとくんで、ぜひやってみてください、気になった方はね。よっしゃー、おっと、これはなんだ、何これ、あ、すげえ、暗闇で次のあれが見えない、あ、そこの階段使えばよかったのに、使わなかった俺が悪いね。よいしょ、ここか、ここ行ってから、お、見えた、引っかかる、あっぶね、よいしょ、危ない、うわーこれきつい、いけた、あ、なんか死に数も見えるね、9回死んでますね。だがもう14レベル、まだまだ時間は有り余っているんだけど、なんだこれは、余裕じゃないか、これは何？え？なんだこれは？はい。なんかね、これね、ちょっと俺さっきね、やる前に見たんだけど、難易度があったんだよ。で、今ね、初期設定のまんまのノーマルってやつでやってんだけど、他にハード、インポッシブルって不可能って意味なんですけど、多分そんぐらい難しいんですよね。あとなんだっけ？あー、へい！これ一番右に持ってるやつなんだ、リセットマップ、へえ、そんなのあるんだ。あとハード、インポッシブルと、うわっ
ップね、あとゼロデスチャレンジってやつがあったんですよ。ゼロデスチャレンジは難しそうだな。もしこれが簡単にクリアできたらハードでもやりましょうかね。やりましょうかね。まだ半分ぐらいなのに終盤。うえー、ちょっと待ってね。はい、よし。ちょっと最近バニホ練習してるんだよね。なんかこう最近上手い人とあの関わり合うことが増えてきたんで、なんかやっぱ俺もねちょっとねたくさん技術を身につけなきゃなということで、いろんな飛び方を覚えている最中です。さあラストステージだと思うんですけど、何これ、リセットレベル。あ、なるほどね、復活すると。はいはい、これねスペースキーずっと長押しじゃなきゃいけないんだけど、はい、ということでクリアしました。え、びっくりした。タイムは5分52.35。うわ待って、これ俺やるな。ってことで次ハードいってみよう。ハード、はい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 。なんかまたちょっと6分ぐらいかけてやったんですけど、あれですね、ハードは50回までしか死ぬことができなくて、この別のモードでインポッシブルっていう不可能っていうねモードがあるんですけれども、そのモードにするとね、はい、20回しか死んじゃいけない。その次の、あ違う、これエクストリームか、エクストリームが20回しか死んじゃいけなくて、インポッシブルは10回しか死んじゃいけないってやつなんですよ。さっき1回目はどんぐらいだったんだっけ。まあだからまず確実にエクストリームはクリアできてるんですよね。でインポッシブルでね、これからやろうと思ったんですけど、それだと見応えないじゃん。ゼロデスチャレンジいきましょう。これ調子乗ってねすぐ死んじゃうパターンな。よし、始めていきましょう。いやー緊張しますねっていうね、全然そんなに緊張してるような飛び方を見せない俺ね。あっぶなこれダメージ食らっちゃうとさ、マジでやる気のない飛び方しかできないからさ、へにょって。もうはい、本当はねあのゼロデスチャレンジだからこそ落ち着かなきゃいけない部分もあるんだけど、言っとくけどさっきも4分3分余してるから、安全に行ってもいいんだけどね。安全に行ってもいいっていうか、安全に行った方がいいんだけどね、ゼロデスチャレンジ。あ、さっき、ここここよし、さっき2回目の方がねデスが多かった、デスが多くて時間がかかった理由はね、こういうところ、まあここ第一関門だと思ってたんだけど、こういうところをクリアするために一番自分がやりやすい飛び方とかいろいろね試行錯誤してゼロデスチャレンジに備えてたんでね、はい、あんなにデスしてしまったんですけども、もう大丈夫、あれのおかげできっとクリアできそうな気がしなくもない。 OK、 レベル7ステージクリア。8、これね難しい。来た来たうまいぞ今の。これがね俺ここからじゃなきゃいけないんだけどね。でここね、ってことでご視聴ありがとうございました。このマップがやってみたい方はぜひ概要欄の方 URL 貼っとくんでやってみてください。とあとねちょっと待ってね、なんか紹介がてらなんですけどこれがノーマルです。ノーマルは無限に死ねます無限に死ねるっておかしいけど、これは50回まで、でこれが20回、こちらが10回で、これが0です。でちなみにここでね10分でつけなくすることもできるんで、ぜひやってみてください。ちょっと待って、プラクティスステージなんだ、やってみたい。あ、これは普通の練習用ですね。こっちもあるんでね、ぜひこれで練習したりしてやってみてください。ってことで次回見てください。じゃあな。